はい。えー、こんにちは。今回のロスジェネなんですけども、結局ですね、ロスジェネ世代って、国に見捨てられてるわけなんですよ。まあ、だいたい30年前だったですかね、バブルが崩壊して、えー、いろんなね、不良再建処理とかね、モラトリアム法案とか、ごちゃごちゃしてるときに、社会に出始めた私たちロスジェネ世代ってのは、はっきり言って何がなんだかわからない状況で、とりあえず就職先がなくって、まあ、あぶれてしまったわけなんですよね。 それから徐々に社会は揺り戻してきて安定を取り戻してきたわけなんですけどもその安定もいわゆるいい安定ではなくてデフレという安定でしたね、まあ、その時にバブル世代はすでに30を回っていて派遣社員での働き口を探すのがやっとだったんですよでもその派遣社員ってのも結局はピンハネ制度でね私たちは搾取されてしまったということで40を迎えてしまったんですよね まあ、こうなってくると、国はどこに力点を置くかというと、ロスジェネ世代よりも、新しい若い世代や、票をたくさん持っている高齢者世代になってきます。つまりは、この30年間私たちは、見放されっぱなしで、国に全く助けてもらってなかったってことなんですよ。いや、でもね、私たちロスジェネ世代は、こういうふうに思うこともできます。お前らに助けてもらおうと思わねえよ、と。俺は俺でやっていくから、ほっといてくれよ。 ということで、助けなんてもういらねえと。余計なことすんな、おせっかいすんな、と。俺は自分の道は自分で歩いていくんだ、みたいなね。強がってもいいのかなと思いますよね。<laughs> じゃあ、具体的に何でどう私たちは歩いていけばいいんだ、この40、50の体を引きずりながら。まさにそれが答えなんだと思うんですよ。自分はどうすれば、これからの人生、救われるんだ、っていうふうに、 私たちが思っているということは、つまりはその回答を示してくれる方に多くの信頼や富や人気が集まるというふうに考えることができます。じゃあ、ロスジェネ世代をどうやって具体的に救っていくのか、救えばいいのかってこと、どうやって私たちは知ることができるんでしょうかそれは Google という機能の検索というものを使います。検索して、調べて調べて調べ尽くして、 100人いたら100通りの救い方。それこそ100人いたら1万通りの救い方。きっと、道はあると思うんですよ。ただ、私たちが知らないだけで、回答はあると思います。ただ、その回答に、立ち向かっていってるかどうかってことなんですよ。今、私たちは、国に教えてもらわなくても、Google に聞くことができます。多分、地上最大の知恵ですよ。Google っていうのはね。国のお偉ら方が、全く見てないこと、知らないことなんてのも、 Google が全ての人類が出した回答がそこに込められています。私たちは手元にあるスマートフォンでこの無限のアクセスを持ってですね、誰をどうすれば、そして自分がどうすれば、ここから逆転できるのか、素晴らしい恋愛ができるのか、むちゃくちゃお金が稼げるのか、回答があると思うんですよ。ただ、それをこなせるかどうかは私自身の問題になってきます。諦めずにやるしかないなってことですよね。 さあ、国は私たちを諦めました。でも、俺たちは俺たちを諦めません。ロスチネ世代、突破していきましょうよ。